海上自衛隊の出雲、加賀、航空母艦化に向けて、台形から四角形へ艦首構造を変更。今回出雲の最新情報をまとめて、詳しく見ていきますね。南シナ海や東シナ海に何隻の空母が集結するのか、ほんとすごい事態になっている。2021年度の概算予算に、ヘリコプター搭載型の出雲、片護衛艦2番艦の、加賀の改修工事費用として231億円が組み込まれており、1番艦、出雲と同様に、その準備が進められてる。変更点、改修箇所としては、艦載機となる F-35 ライトニング2V 型の、エンジンからの排気熱に対処するための全通飛行甲板上への耐熱工事が、まず挙げられ、これは MV-22 をスプレー用にも役立つとされている。日本では、MV-22 をスプレーは、陸上自衛隊が千葉県の木更津駐屯地に、暫定的な配置を予定しているが、本来は、佐賀空港を拡張しての運用を目指しており、いずれにせよ、南西諸島向けに配備する方針だ。さらに、出雲、加賀の改修工事で、最も大掛かりなものだと言われているのは、現在上空から見た場合に、台形型をしている艦首部分を、四角形型に変更するもので、アメリカの教習揚陸艦に倣った形だ。もともと短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型としては、台形上の艦首による現状の滑走距離でも物理的な発艦自体は可能だが、機体の離陸重量は軽くせざるを得ない。この機体の離陸重量に、制限が発生するということは、つまり搭載する兵装や、積載する燃料を少なく抑える必要性を生じさせ、実運用時の攻撃力や、航続距離の低下を招いてしまうことを意味する。こうした兵装や燃料搭載量を最大化したいのであれば、イギリス海軍のクイーン・エリザベスやイタリア海軍のカブール等のようなスキージャンプ式の発艦機構が理にはかなっている。しかし、アメリカの強襲揚陸艦がこれを導入しない理由は、飛行甲板上への他の機体の駐機スペースを減らさないためと言われており、出雲、加賀でも同様の理由が考えられる。実写映画化もされ、人気を博した漫画原作の作品、空母いぶきでは、同艦は F-35 ライトニング 2B 型の運用に、スキージャンプ式の発艦方式を取り入れているが、これはフィクションゆえと言えそうだ。もう一点、今回の出雲、加賀にスキージャンプ式の発艦方式を加えなかった理由は、両艦が監視下部に対潜哨戒用ソナーを搭載していることが大きな理由として挙げられている。スキージャンプ式の発艦方式を増設する場合、どうしても艦の重量増加は避けられないが、対潜哨戒用ソナーも設置したままで、これを行うとした場合、大きく艦全体の安定性を欠く可能性がある。こうしたリスクを検討した結果、現状では出雲、加賀の改修はアメリカの強襲揚陸艦を踏襲したものになったと思われ、また艦内スペースの有効活用についても参考にする模様だ。 F-35 ライトニング 2B 型の出現と出雲、加賀の航空母艦化で、
航空母艦という艦首の括りが非常に拡大解釈されているように感じられるので、大まかな艦艇の仕様を見てみよう。イギリスのクイーン・エリザベスは、基準排水量4万5千トン、満載排水量6万7669トン、全長284メートル、全幅73メートルに、最大で48機ほどの F-35 ライトニング 2B 型やヘリを艦載できる。イタリアのカブールは基準排水量22,130トン、満載排水量27,100トン、全長 236.5メートル、全幅39メートルに、最大で20機の F-35 ライトニング 2B 型ヘリを艦載可能となっている。出雲、加賀は、基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長248メートル、全幅38メートルに、最大で F-35 ライトニング 2B 型なら、10機前後、ヘリも大体同様の、艦載数と見られる。アメリカ級強襲揚陸艦は、満載排水量45,570トン、全長 257.3メートル、全幅 32.3メートルに F-35 ライトニング 2B 型なら、20機前後、MV-22 オスプレイならば42機とさすがライトニング空母と、呼ぶべき収容力だ。韓国が先頃打ち出している軽空母計画は、詳細な仕様等は不明ではあるが、軽空母と言いつつ、排水量は4万トン程度とも言われ、ちょうど、クイーン・エリザベスとカブールの中間とも思える。アメリカの大型原子力航空母艦を基準にしてみると、クイーン・エリザベスは中型、カブールは小型空母であり、出雲、加賀はヘリコプター空母の拡張版といった印象だ。アメリカは最新のアメリカ級や前級のワスプ級の強襲揚陸艦に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とし、大型原子力空母を保管する戦力に位置づけようとしているが、出雲、加賀よりはるかに大きい。こうした出雲、加賀への艦載機として配備が待たれる。 F-35 ライトニング 2B 型ではあるが、2021年4月には宮崎県のニュータバル基地への2024年前後の配備を進めて、南西諸島防衛を目指す予定だ。しかし、こうした F-35 ライトニング 2B 型の配備計画が報じられると、一部の左派メディアなどでは、機体そのものの安全性の問題や騒音を懸念する声が地元にあると指摘するなど、相変わらずの反応を見せている。